こんにちは、市原香水です。今日はな行とは行を書いてみたいと思います。前回に引き続き一文字ずつ説明した後に書いていきます。はい、それではなから説明していきます。こちら斜め右上がりです。それからこちらは斜めに引きます。あまり長くならないようにですね。点を書きます。ここから見えてませんが、点点点点とつながります。はい、下に向かって上に上がって、ちょっと止めます。これ、用心したいのがですね、ここを長くするのと、この点につながらないのと、ここが丸くなることです。こういう風にならないように、ここは、三角を作るように書いていきます。次に2を書きます。2はこういう風に少し丸くなります。跳ねたところから点点点とつながります。はい、こちらも点点点とつながります。ここに丸があるような感じで書いていきます。はい、気をつけたいのがここに線を引いた時にここが少し上がるということですね。これをまっすぐの線にしてこういう風な2を書かないようにしてください。はい、次はぬを書きます。こちら少し短く書きますね。ちょっと上の方からスーッと行きます。少し上に上がってぐるーっと回って内側に入って丸です。この時にこの丸を大きくしないことですね。それとここを揃えて書くということがポイントになります。はい、よくあるのがここですね。これを大きく書いてしまってこんなぬになってしまう、こういうふうにならないようにですね。はい、次はねを書いていきます。ねはまっすぐに下に引きます。ここからまた見えてませんが点点点点とつながっております。下から上に持ち上がって、ここ同じところを通ってぐーっと回ります。内側に入ってから丸です。はい、この時にですね、ここがつながらないで書いてしまっている人がよく見られます。こういう風な感じですね。はい、それとここを重ねるように書いていきます。これも少し重なってますが、もう少しこれが下から入るとちょっと重なりが多くなります。はい、次にのを書いていきたいと思います。のを書くとき、これ少し丸くなってますね。少し丸くなって上に上がってぐーっと上がって真ん中まで行きます。真ん中からスーッと下の方に下ろしていきます。これで用心したいのがですね、こちら側がこういう形にならないようにですね。はい、次に歯を描きます。歯を描くとき、2を描くときと同じようにスーッと少し膨らみます。ここから点点点点と見えてませんがこちらにつながります。そしてここをぐーっと下の方に持っていって上がって下がります。この時にこの丸をあまり大きく書かないことですね。それとここです。はい、こういう風に線を引いた時にここが少し持ち上がるように書きます。それとここです。ここが少しこっち側の方が高くなりますね。はい、次に火を書きます。火を書く時、これ真ん中までこうぐっと持ってきます。少し同じところを通ってここが角になるみたいな感じなんですけれども、上に上がって下に下がります。これカクカクと書いてるみたいですが、だんだん慣れてきたら自然とですね、こういう風に書けるようになります。はじめのうちはカクカクでもいいです。次に符を書きます。符を書くとき、この点からつながってでこちらに行きます。こう行ってこっちに行ってこっちに行きます。こういう気持ちで書いていくようにしてください。よくですね、これこういう風に書いて
点点とこうやってしまうんですね。ですからこう書いたらこっちからこっちにつながってこっちに行くと思ってくださいね。はい、次はへを書いてみます。この時と同じように、大人の美文字はあまりこのはっきりギュッと書かないことですね。こういう風に書いてしまわないということです。スーッと持ち上がってスーッと下に下がりますね。ほを書いてみます。ほを書くときこちらですね、2と同じです。少し丸めを持って上に上がってこちらに上がっていきます。こうです。そしてこれがぐーっといって歯と同じです。透明になります。この時も歯と同じようにここが少し持ち上がります。いいですか。それとこの線よりこの線が小さくなってますね。よく見るのがこういう風に書いて上の方にこういう風になって大きくなってこうです。こういう風にならないように気をつけてください。はい、それでは中から書いていきます。皆さんも一緒に書いてみてください。はい、次は歯を描いてみます。ここで終わりになります。はい、今日もお疲れ様でした。次も頑張りましょう。筆ペンで書けない人はボールペンでもいいので練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。次回は魔行とや行を書きます。よろしくお願いいたします。